ヒラノシヨウ、27歳で審査会地、ファン共学の新プロジェクト指導家、魅力的なナンバー、愛のリーダーであるヒラノシヨウが、27歳の誕生日を祝うために、ファンと共有した喜びに満ちた瞬間が、SNS を賑わせています。平野はインスタグラムで、多くの祝福と愛に包まれながら、素敵な一年になりそうだと、感謝の気持ちを表明しました。 平野は新たな一年を神宮寺雄太と岸優太とのバースデースリーショットで飾り立てました。これは単なる写真ではありません。このスリーショットは友情、連帯感、そして彼らの個々の成長を示すものでした。ファンたちはこの友情の絆に賛辞を送り、コメント欄には祝福の言葉が溢れました。27歳。たくさんのお祝いの言葉とか届いてるよ。心から本当にありがとう。 みんなんなのおかげで素敵な一年になりそうです。これからも平野紫仕様ナンバー、愛をよろしくねとの平野のメッセージに、ファンたちは熱狂的に答えました。彼の言葉が、ファンとの絆をより深め、新たな一歩に向かってのエネルギーとなりました。ファンたちのコメント欄には、熱烈な祝福の声が集まりました。紫てるくんの愛する人たちすべてが幸せでありますように。 これからも紫テルワールド見せてくださいといったコメントが並びました。ファンたちは平野の成功や幸福を心から願い彼の27歳の新たな冒険を期待しています。多くのファンが平野のこれからの活動に期待を寄せています。ファッションブランドの仕事やグループ活動に加えて俳優としての新たな挑戦にも期待が寄せられています。ファンの中にはアクション、恋愛などなどお願いしますといった願いが込められ、 平野の多彩な一面への期待が高まっています。今年の元日に公開された GOT は平野紫耀のアーティストとしての新たな一歩を示すものでした。この曲は3人の独自の感情とメッセージをしっかりとファンに届けました。ファンは27歳の平野紫耀がますます輝きを増し、新しい挑戦で魅了し続けることを期待しています。最後に平野紫耀がファンへの感謝の気持ちを表すコメントが注目されています。 どうか27の年は穏やかに今まで通り、いろんな媒体でただただ見ていたいです。もう世間の人が勝手に妄想した争いは見たくないのでとのメッセージは、ファンとの信頼と絆を象徴しています。彼の純粋な言葉は、ファンたちにとって特別で、彼との独自のつながりを深めています。平野紫陽の27歳の誕生日は、単なる一日の祝賀ではなく、彼とファンの特別な瞬間となりました。これからの一年が、 新たな挑戦とともにより多くの喜びと成功をもたらすことを期待しています。